では皆様、大変お待たせいたしました。お時間になりましたので、最初のセッションを開始いたします。このお時間は20分のショートセッションを2本お送りいたします。1セッション目は、クーツさんに、ワードプレスのコミュニティに参加して変化したことというタイトルでお話をいただきます。フリーランスで講談をされているクーツさんご自身が、ワードプレスを使う側からコミュニティに飛び込み、 ワードプレスのコミュニティに参加する中で、どんなことを感じたりしたのかということをお話しいただきます。では、クーツさんどうぞよろしくお願いいたします。拍手お願いします。あ、はい。あ、皆さんこんにちは。クーツと申します。後ほどですね、えー、自己紹介を詳しくさせていただきますけども、 今日はですね、このスライドのテーマについてお話をさせていただきたいと思,思いますえ。今日お話しするテーマですね、えー、ワードキャンプですとか、まあ、こういったワードキャンプですとか、ミートアップなどのワードプレスコミュニティに参加するようになってですね、えー、変わった意識や学んだこと、まあ、実務面でどういう変化が起こったかとかですね、まあ、そういったテーマについてお話をさせていただきたいと思います。目次ですが、えー、まず自己紹介、えー、から始まりまして、えー、ワードプレスとの出会い、 ワードプレスコミュニティとの出会い、コミュニティに参加して変化したこと、意識面、実務面と、最後にということでお話をさせていただきます。自己紹介ですが、本名北村幸太郎と申しまして、クーツという名前で SNS でやらせていただいてます。フリーランスのコーダー2年目でして、普段ですね、LP とかコーポレートサイトのコーディングですとか、ワードプレスサイトの作成とか、 あとはまあ下請けで,です、ねえー、まあ補修管理のお手伝いもさせていただいております。えー、営業マンから講台へということで,です、ね、もともと私は本当に医業界から来ておりまして、まあ、新卒で,です、ね、医療系のベンチャー、医療系サービスのベンチャー企業に就職しました。えー、まあザ・営業会社みたいな感じで,です、ね、ちょっと体育会系な感じだったんですが、新規開拓をメインに、ね、やらせていただきました。 で、法人営業11年ということで、えー、まあプレイヤーとして7年間、えー、あとはマネジメントとして4年間やらせていただきまして、えー、まあ転勤を伴うですね、えー、支店の立ち上げ名古屋支店の立ち上げとかあ大阪支店の立ち上げとかをやらせていただきましたで、えー、最後のあまあその後いろいろ部署変わったりしたんですけども最後の1年間はですね、えー、インドにえ行きました、まあ、ずっと行ったわけじゃないんですけども、えー、社内公募でですね、えー、まあ海外ビジネス、まあ、海外事業を立ち上げようと いうことで、えー、インドに行ってくれる人を募集しますということで、えー、まあ以前から海外に興味があったので、えー、もう猛烈に行きたくなってですね手を挙げていきましたで、えー、まあ3か月ぐらい駐在をさせていただいたんですけどもおまあ現地の企業に駐在したりあのミーティングをしたりした,した,したんですけども、えー、まあその中でですねまあ、現地のスマホ現地 SIM をさしてですねいろんなアプリとかウェブサービスを使う中でですね、えー 当時の日本のウェブサービスやアプリよりもすごく優れてるようにすごく感じましてですね UI もすごく美しくて私のような外国人が見てもですねどこを押せばどういう情報にアクセスできるかですとか画面繊維とかですねアニメーションとかもすごく綺麗でですねすごく衝撃を受けましたでまあインドはインフラとかはですねもう本当に発展途上国な感じですけども IT に関してはですね非常に優秀なエンジニアさんとかデザイナーさんとか AI の技術者とかもいっぱいいますので、えー、本当にそこにですね衝撃を受けてで帰国してからですね、まあ、当時、えーまあ、そんなに昔では話じゃないんですけども2019年の、えー、当時ですね、まあ、特に社内で使ってるアプリケーションとかウェブサービスとかですねあとは公的な機関のウェブサービスとかですね、えー、かなりこう UI がちょっとこうやっぱりインドとか、まあ、海外のものに比べるとやっぱり古いというか、えー、ちょっと 使い勝手よくないものがありまして、えーまあ、そのギャップを埋めたいというかあなんかこういうことをしてみたいなと、えーまあ、アプリ開発とかシ,システム開発にすごく興味を持ちました、まあ、ただですね、えー、そのうち2019年の時点ではですねまだまだインドに行きたいなという気、まあ、そ,そのやる気が燃えてましたので続けてたんですけども2020年に入ってですね、えー、コロナになってしまいましてインドに行けなくなってしまったので、えー、で まあちょうどそのタイミングで私もちょっとメンタルをちょっとあの崩してしまいバランスを崩してしまいましてですねちょっと会社を休職しましてまあその後退職したんですけどもでまあその後いろいろ友人の会社を手伝ったりもしたんですけどもえやはりですねあのちょっと以前からプロあの興味のあったプログラミングをやってみたいということでですね最初はアプリ開発にチャレンジしようということでえいきなりですね JavaScript から学んだんですけども最終的には React で、えー iOS、アンドロイドのアプリを開発しようみたいなプログラミング合宿にも参加したんですけども、まあ、す,すごい楽,楽しかったんですけども、なかなか個人でですね、えー、それをやりきるのそれで、それでビジネスをするっていうのは、なかなか難しいなと思ってですね、じゃあちょっとウェブ制作やってみようと思ったら、あのそれがまた楽しくてですね、はまって、えー、はいあの、行きました。で、2年ほどでですね、学習して、準備して、まあ、コーディング練習とかですね、ポートフォリオを整えたりとかして、講、えーになりました。 でまあ、最初はですね、業務委託、まあ、ちょっとアルバイト、制作会社のアルバイトみたいな形で始めたんですけども、そこからです、ね、つながってご紹介ですとか、つなが継続案件につながって、ですね、今、フリーでやらせていただいております。はい、で、ワードプレスとの出会いなんですけども、最初はですね、教材や書籍での学習ですね。で、最初はですね、えーまあ、オリジナルテーマ構築、まあ、HTML を書いて、それをワードプレス化するみたいなですね、方法を学びました。で 後にですね既存テーマ、ライトニングさんとかスノーモーキング、モンキーさんを使ったようなテーマでのですねブロックエイトの構築も実務が始まって半年ぐらい経ってからですね学びました。で、ワードプレスコミュニティとの出会いはですねきっかけは X でして、あるコミュニティの方のツイートをきっかけにですねその方とつながって、ですねその方が割と私の住んでいるエリアと近いところでですね え、定期的に黙々会、作業会をやっていらっしゃるということだったので、ちょっと参加したのがきっかけですね。で、その方がですね、だんだんこう、えー、ミートアップというのがあるよというのを教えてくださって、で、今度ワードキャンプ東京というのがあるから、ぜひ、えー、来てくださいということでですね、ご紹介いただいて参加したのがきっかけです。で、その中ですね、ワードプレスサイト制作への考え方がどんどんこう変わっていく、えー、ターニングポイントがいくつかございました。 それまでの認識で言うと、先ほど、まあ、ちょっとお話ししましたけども、ワードプレスでサイトを作るというとですね、HTML で作ったものをワードプレス化するものなのかな、まあ、当然、既存テーマっていうのがあるというのは知ってたんですけども、えー、私がん書籍で学んだ教材で学んだことも、ちょっとこういうやり方でしたし、えー、実際に働き始めてからですね、制作会社さんから依頼されるプロセスも、ちょっとこういう流れが、あまあ、こういう流ればかりでしたので、えー、そういう認識でございました。 で、ターニングポイントとしてはですね、えー、3つございましてですね、フェーズ1として、えー、黙々会やミートアップでですね、他の制作,し、まあ、制作者ですね、まあ、制作会社に勤めてる方とかフリーランスとかいろいろいましたけどもそういう方と出会ったことで、フェーズ2はですね、保守管理の仕事を通じて気いたことですねでフェーズ3はですね、これが一番大きかったんですけどもワードキャンプ東京2023年に参加したことがございました順に説明しますと他の制作者さんとの出会い えー、既,既存テーマです、ねえーまあ、とかですね、あとはもう既にもうブ,ラックブロックテーマでサイトをもう作ってるよという方と出会ってです、ね、まあ、最初は分からなかったんですけども、えー、お話しする中で,です、ね、なんか話がかみ合わないというか、自分の知ってる世界線と全然違うなと、同じワードプレスなのに、なんでこんなに全然違うんだろうということにこう気付いて、だんだん気づきました。で えー、それで私,も自,身、あのー、私自身もです、ね、興味を持ってですね、えー、まずはですね、まあ、ちょっとブロックテーマっていうのはまだ僕はあまりその当時分かってなかったんですけども、えー、既存テーマを使った制作をちょっとやってみようということで、えー、チュートリアルに沿って3サイトほど作りましたただそれをいきなり実務でやる機会もあんまりなくですねどうしたらいいんだろうと、えー、ちょっとモヤモヤした日々を過ごしておりましたで、えー、フェーズ2ですけども保守管理の仕事を通じての気づきということで、えー、ちょうど1年ちょっとぐらい前からですね 自分が構築したサイトの、まあ、バージョン管理ですとかあバックアップとかあそういったことをです、ねえー、あのお任せいただくようになりましてです、ね、でだん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 こうお、まあ、やっていくうちにです、ねあのまあ、バージョン更新失敗したとか画面が真っ白になっちゃったとかです、ね、バグが起こったとかいう,うご依頼をです、ねまあ、その修復とか復旧のご依頼をいただく中で、えーまあ、オリジナルテーマのサイトほどです、ね、結構苦労することが多かったなと。 既存のテーマで,もです、ね、思いっきりこう魔改造というかあ思いっきりカスタムしたものもあると思うので一概には言えないんですけども特にですねオリジナルテーマのサイトで PHP のバージョン更新をですね行った時にですね、まあ、7K から 8K にとかですね、えー、古いお作法で書いてたコードがですね新しい PHP の、まあ、方法ですと、まあ、非推奨のコードになっていると、えー、いうことが結構ありましてですね、まあ、そのことがきっかけで、えーまあ、オリジナルテーマの構築って どううなんだろうと、まあ、本当に私がやってたので、もう5年前とか8年前のサイトの回収ということだったんですけども、今年私が作ったサイトが5年後、8年後どうなるんだろうということもです、ね、しっかり考えた上で構築をしたいなというふうに思いました。募集性を考えた構築は重要と考えるきっかけとなりました。で、最後ですね、ワードキャンプ東京2023年に参加させていただきました。えー、本当にですね、もうこれ書ききれないんですけども、ワードプレスのですね、 トレンドと歴史を知るこ私が WordPress 始めたばっかりのは始めた時はもうすでにブロックエディターでしたしブロックテーマもなってたのでですけどもそれぐすらもあまりよく分かってなくてですね、まあ、クラシックエディターがブロックエディターに変わってでクラシックテーマから今ブロックテーマの開発に今トレンドが移ろうとしているというところも知れてですね。それからメンテナンスについてのセッションもですね、あったんですけどもこれが非常に私もう 私にとってすごく役に立ちましてですね日頃一人で悩んでいたことがですね結構業界あるあるだったというようなこともありましたし新しく知ることもありましたし、えー、まあ今後のサイト制作メンテナンスだけじゃなくてですね今,今後新しくサイトを作る際にもですね非常に参考になりましたそれから、えー、まあ全体を通してですね、えー、ブロックテーマの話題が非常に多かったので是非、えー、私もですねブロックテーマ開発にやってみたいなと思いました でえー、テーマ開発者と出会えるオープンなカルチャーというのはすごく良、えー、くてですね、えー、もう本当に日本人の開発者と日本語で、えー、いろいろ、ね、感謝の気持ちを伝えることもできるし、えーまあそのね、ちょっとこう、えー、お質問をすることもできるとそ,そういう,こうダイレクトにです、ね、コミュニケーションを取れるということはすごく嬉しかったですでターニングポイントを経てですね、えー、どういった変化があった,とあったかと、えー、まず意識面ですね えー、ワードプレスの進んでいる方向に沿ってですねお客さんにとっての利便性と納期コスト保守性に優れた政策を行いたいなと感じました、えー、どうしてもですねもう旧来の方法しか知らないとですねなかなかこの項目にあるようなことを達成することって難しいかなと、まあ、いろんな方法を知ってですね、まあ、テーマでも作れるしブロックテーマでも作れると、まあ、その中でですね、えー、どういう方法どういう開発フローを踏むのかということをですねお,お客さんのまあゴールに 向かってですね考えていきたいなと思いましたそれからですねワードプレスはサイトビルダーとしてかなり進化しているということをですね改めて思いましたまこれまでですね HTML を作ったものをワードプレス化するみたいな、まあまワードプレスの CMS の機能を組み込むみたいな感じでしたけどもワードプレスのサイトビルダーとしての側面はかなり進化していて非常にいいものだと ぜひですね私も問い入れてやっていきたいなというふうに思いましたで実務面ですけども保守管理業務のご相談追加依頼が増えました、えーまあいろんな勉強会は WPZoomUp とかですねミートアップとかワードキャンプとかいろんなところですね、まあ、特に私はメンテナンスとかセキュリティに興味があったので、えーまあ、そ,そこからですね学んでですね、まあ、それを実務に生かしてお客さんから聞かれたこともですねしっかり答えることができる。 と、まあ、自信を持って答えることができることによってです、ねえーまあ、追加でご依頼いただいたりとかあこのサイトも管理してくれというようなご依頼があったりですとかあ非常にいい変化がありましたそれからです、ね、ちょうどワードキャンプ東京が、えー、終わったぐらいの時にです、ね、今ずっとお世話になっている制作会社さんには、まあ、新しい担当者さんが入られてです、ね、その方はコーダーじゃないんですけどもおー、まあ、テーマを使った構築をしたことがある方で、えーまあ、あの今までまあ これから作るサイトに関してですねお話をしたときにですね、まあ、これまでのフローですと、まあ、制作期間とかコストとか、あとメンテナンスもちょっと大変なところがあるという話をしましたらですね、あの非常にご理解いただきまして、それ以降はですね、まあ、ちょっとブロックテーマでの開発はまだしてないんですけども、あまずはテーマを使ったあカスタマイズライ、ライトニングさんを使っているんですけども、えー、やっております。と、はい、いう感じですね。まあ、あとはですね、まあ、X を通して、えーまあ、ワードキャンプの感想とかそういったことを今私が 話したようなことをですねつぶやいていたらですね、まあ、DM を通して、えー、ちょっとご相談いただいたりとかいうことがありました、はい、で実務に必要な知識が増えてですねスキルが上がってですね受注の伸びにつながったということがワードプレスコミュニティに参加したことの、まあ、実寸面でいいことだったいいことだったということですねでワ、えードプレスコミュニティに参加しようというお話ですけども,もう今すでにここにいらっしゃる方は えー、参加されているので、まあ、されている方が多いと思うんですけども、えー、まだです、ねあのー、参加されていない方に向け,向けてです、ね、お話をさせていただきたいと思います、えー。参加するとどういういいことがあるかということをちょっと挙げてみました、えー。ワードプレスのトレンドが分かりますと。で、相談できる人や仲間ができますよと。それから先ほども話しましたけど、テーマやプラグインの開発者とも直接話せてですね、実務に直結する知識を共有してやると。 ななかか全くの初心者なんで全部教えてくださいっていう姿勢だとちょっとなかなか難しいかもしれませんけども一定のです、ねまあ、礼儀とかあ、まあえー、ここまでやったんだけどちょっとわからなかったんで教えてくださいというようなスタンスで,です、ねえー、あの質問すればあのすごく親切に教えていただけますし、えー、ずーっと悩んだことが一瞬で解決することもありますし、はい、で逆に自分の知識をです、ね、共有できる、えー、今日も私もです、ね、自分の体験を共有してますけども、えー、そういうことができる。 そう,そうやって、えー、街とともにですね、成長し合えるというところですごくいいもんだなと思っております。えー、最後にです。え、だいぶ、あ、ちょっと時間ま <laughs> いちゃいましたね。はい。最後にということですね。えー、ワードプレスコミュニティに参加して、えー、ワードプレスウェブ制作を楽しもうということでですね、締めくくりをさせていただきたいと思います。えー、本当にですね、えー、1年間、このちょうど参加してですね、1年間ぐらいですけども、 お、コミュニティへの参加感謝の気持ちを込めてですね、この言葉で締めくくりをさせていただきます。どうもありがとうございました。 クーツさん、ありがとうございました。まあ、あの、少し巻いてくださったということで、この時間有効に使わせていただきたいと思います。この後ね、あの、今日のあのセッション気になった方は是非、ぜひクーツさんに、あの、直接お話などもしていただければと思うんですが、まあ、この時間を使わせていただきまして、少し、 あの、皆様からのご質問、もしあれば、クーツさんに特別にお答えいただこうかなと思うんですけれども、このセッションを受けて、もしくはクーツさんに聞いてみたいこと終わりの方はいらっしゃいますでしょうかお時間数分程度ありますので、2、3問もしかしたらお伺いできるかもしれないんですけれども、あ、お二人いらっしゃいますので、ちょっとマイクでお話いただきます。あの、配信の関係でマイクをお持ちしますので、こちらのマイクを通してではご質問いただけますでしょうか ちょっと難しい質問はご遠慮、はい、ください <laughs> <laughs> あ。素晴らしいあのセッションありがとうございました。えっとですね、あのー、そのブロックテーマ開発のそのトレンドを、あのー、ワードキャンプ東京で知られてっていうのは私も同じなんですけども、実際にその取り込まれている中で、その、まあ多分、こ、この多分セッションを聞かれてる方の中にもそのなんか詰まるところをいろいろ 抱えてらっしゃる方が多分他にもおられると思うんで一番そのクー内さんがその詰まられたところ一番苦労したなって思われる点とか教えていただいてちょっとはいそうですねまだ私はあのブロックテーマで実務で開発したことはなくですねまだ勉強中という感じですね、はい、でまあテーマを使った開発に関してはですねもう何だろうそれがト,トレンドになってもう何年も経ってますのでそのんなだろう検索すれば結構フォ <laughs> ーラムでも出てくるのであんまり こう詰まることってはそんなに少ないんですけども、まあ、フックを使ったカスタマイズとか。あになってくると、まあ、ちょっと、ね、あの、あの、なだろう、慣れが必要かなと思いますけど。まあ、そんな感じですね。はい。ありがとうございます。あの、ちょっとネガティブな質問は詰まるかもしれないですけど。<laughs> はい、あの。<laughs> フリーランスでワードプレスに関わる仕事をされていて。はい、今、例えば、不安に思ってることの。はい、なんか、こう。 割合みたいな、こういうこととこういうこととでみたいな、何かこう、何が。もしも、あ、不安に思われてなかったら、全然あれなんですけど、もし思ってることがあったら、それがどんな感じかっていうの伺いたいです。そうですね。あんまり不安に。なんでしょうね。<laughs> まあ、あの、メンテナンスの仕事をやってるので、あの、ハッキングされたら、どうしようとかっていうのが怖いので。だから、めちゃくちゃ勉強するというか <laughs>、してます。なので、まあ、うん、それとかですかね。まあ、あとは、その。 まだまだこう制作会社によってはオリジナルテーマを前提としているところがすごく多いなと思うんですけどもじゃそれに対してどういうふうに対応していくかっていうのをあんまりそれを断っていくとどんどん仕事が <laughs> なくなってしまいますんでですので、まあ、そあの今年はですね、まあ、自分でサイト自,自分の事業サイトをブロックテーマで作ってみるとかですね、まあ、習熟度を上げて、えー、じゃあこのデザインだったらブロックテーマでもできるかなとかなんかそういうことにそういう領域にちょっと持っていきたいなというふうに思って ありがとうございましたありがとうございました